数々のチャンピオンを育てた名伯楽。鴨川会長とも何度も渡り合う因縁のライバル。今回は世界最高峰のトレーナーの一人、ミゲル・ゼールを紹介。彼が育てたウォーリー、フォーク、アンダーソン・ルーソーについても解説します。ミゲル・ゼールより選手を育てるのがうまいという人は、高評価に向かって自慢の選手でアタック。おかげさまで登録者数が1000人を超えました。これからも面白い動画を作っていきますのでよろしくお願いいたします。ミゲル・ゼールは過去に6人もの世界チャンピオンを輩出した天才トレーナー兼マネージャーです。おおよそ80歳前後の年齢にもかかわらず、ボクシングに対する野心と情熱は全く衰えることがありません。戦後すぐにはアンダーソン・ルーソーを鍛え上げ、弱点であったボディの克服に成功。科学に基づいた状況分析と経験の裏付けから瞬時に最良の戦略を生み出すことに長けています。そのため危機的な状況から何度も選手を救い出しました。数多くのチャンピオンを育ててきたのにもかかわらず、最高のボクサーを探し求めるミゲル。そしてついにミゲル・ゼールにとって最後であり、最高のボクサーの資質を持つウォーリーに出会うことができました。戦後に日本の駐在員をしていたことから、日本語も堪能。鴨川や団吉と日本語で会話することもできるんです。ニューヨークを拠点に活動する彼は、路地裏で暴走するフォークを発見。名伯楽ならではの観察眼で、フォークの資質を一発で見抜くのです。さらに、テレビの画面に登場した猿と戯れるウォーリーを見て、即座に現地に向かいスカウトするという観察眼と行動力も持っています。かつて鴨川や団吉、猫田とも戦ったアンダーソン・ルーソーのセコンドを通じて、彼らとも面識があるようです。鴨川とは、お互いの教え子を通じて語り合い、戦わせる間柄。フォークと高村、一歩とウォーリー戦で激突しました。かつては高すぎるプライドのため、相手のトレーナーを無能とばっさり切ってしまうことがありました。しかし、フォーク・高村戦以降、自分の選手だけでなく、相手の選手やトレーナーについても認め、学ぼうとする姿勢も見せています。彼のボクサーに求める資質は、野生と科学の両立とし、両方を高次元で満たしている高村を、ボクサーの理想像と評価しています。ミゲル・ゼールは、選手をより強くたくましくするために、様々な手腕を見せています。彼はチャンピオンになれそうな器を見抜く目を持っているんです。彼に気に入られるには高次元で野性を持っていることが条件。路地裏で暴れるフォークの狂気的な野性に惚れ込み、ウォーリーからも現実離れした野性を感じ取っています。さらにそれらの選手をスカウトする技術も天下一品。2つ返事で OK してしまうんです。野性を大切にするミゲルは彼らの野性を最大限に生かします。フォークの暴力性とトリッキーさをボクシングのルールに適応させ、ウォーリーの常識離れした身体能力を遺憾なく発揮させました。選手の長所を逃し、ボクシング理論をゆっくりと植え付けるミゲル。理想のボクサーを育てるためのノウハウが詰まっています。セコンドにつくと、ミゲル理論を大いに発揮。彼のボクシング理論に基づいた指示は、的確で効果的。思うようにパンチが当たるようになり、選手は気持ちよく戦えるんです。科学的に基づいた指示だけでなく、選手を乗せる話術にも長けています。一瞬で選手の士気を高め、不利な状況も覆してきました。ミゲル・ゼールが関わった選手は原作には3人登場します。それぞれについて見てみましょう。若かりし頃、ミゲルが関わった選手はラルフ・アンダーソン・ルーソー。日本駐在員のミゲルの上官だった男です。戦前はウェルター級世界5位、戦争のため、ボクサーの道を諦めたのです。猫田との戦いで敗北寸前まで追い詰められたアンダーソン。反則技を使って侵傷するも、プライドが許しませんでした。鴨川と戦うために、ボクサーとしての自分を取り戻した彼に、ミゲルは、アンダーソンのセコンドにつくことを決めました。予想外の鴨川の攻撃に驚くアンダーソンでしたが、ミゲルの指示で試合を優位に進めます。倒れても倒れても向かっていく鴨川に、ミゲルはとどめを刺すよう指示します。チョッピングライトを受けても倒れない鴨川、渾身のボディーブローが炸裂します。激痛に顔を歪めるアンダーソンに、再度ボディーブローが突き刺さりました。鴨川を称賛するも、日本人の意志の強さに恐怖を覚えるミゲル。侍の血を受け継ぐ者の登場を感じずにはいられませんでした。続いて登場した選手はブライアン・ホークです。ニューヨークのスラム街で喧嘩中の彼を発見。恐ろしいまでの野生に恐怖するとともに、ボクサーとしての可能性を感じます。野生を生かした戦いをするホーク、ジュニアミドル級世界チャンピオンに君臨しました。高村との運命との一戦。ミゲルは高村を高く評価します。しかし、それゆえにホークには勝てないと豪語するミゲル。ホークの強さに絶対の自信を持っていました。試合中、随所随所に的確な指示を出すミゲル。ミゲルの指示のたびに、ホークは士気を高めます。ミゲルの指示に耳を傾け実践するホーク。師弟関係はうまくいっていたようです。しかし、覚醒した高村は、ホークの強さを上回ります。高村に怯えるホーク、ミゲルは、メンタル面の強化を怠ったことを反省しました。最終決戦、高村と同じように覚醒するホーク。しかし、高村は、なんと覚醒したホークですら凌駕したんです。ミゲル最後の選手はローリー。マイボールと称するほどの溺愛っぷり。たった3戦でインドネシアフェター級チャンピオンとなるほどの逸材で、最後の太陽をラストさんとして大切に育てています。一歩と戦う前に、ニューヨークでゴルブとスパーリング。ゴルブに世界に名を馳せる選手になると言わしめました。ついに始まったローリー VS 一歩との対決。序盤は勉強のため、ボクシングスタイルで戦うように指示するミゲルでしたが、一歩の強さに作戦を変更します。フリーダム。ミゲルの指示で、ウォーリーの野生が姿を現しました。変則的な攻撃とスピード、切れたパンチが一歩を苦しめます。スマッシュやフリッカージャブなど、様々な技を繰り出しますが、一歩の前進を止めることはできません。2ラウンド終了時、ミゲルの問いに勉強してくると答えるウォーリー。ミゲルは、笑顔でウォーリーを送り出します。試合中も、ミゲルに視線を配るウォーリー。ミゲルも自由に戦うように合図を送ります。平面上に攻める一歩に対して、上部左右一方的に攻めるウォーリー。徐々に一方的な展開となってきました。パンチを当てるのではなく、体に触れる。一歩は、小さい目標を積み重ねていきました。誰が見ても勝利目前ですが、ミゲルはどこか引っかかります。第7ラウンド、全ランフルスイングの一歩の圧力に、反応が少しずつ遅れるウォーリー。防御ごと弾かれてしまいました。ウォーリーの脇腹に残る一歩の拳の跡。ミゲルは、アンダーソン・ゲンさんのことを思い出します。第8ラウンドコーナーに追い詰められたウォーリー。逃げようとするも、デンプシーロールで逃げ道を遮断。先に動いた一歩のリバーブローが、ウォーリーの脇腹を貫きました。一歩の右ストレートにカウンターを合わせるウォーリー。しかし、そのカウンターを防がれ、右ストレートが直撃しました。その瞬間、タオルを投げ入れるミゲル。一歩が激戦を制しました。試合後、鴨川の元に訪れるミゲル。セコンドのあり方、選手の扱い方について議論します。再び巡り合うことを期待して、お互いの選手の元へと戻りました。ウォーリーと出会い、楽しみながら育てるミゲル。彼らの挑戦はまだまだ始まったばかりです。